こんにちは、ダイスです。今回は今作っているトミカタウンにまだ置いてなかった警察署を置こうと思います。ということで、トミカタウン警察署を今回置くのはこちらです。はい、トミカはついてないものなんですが、セット内容を見るといろいろと立て方も選べるみたいです。スロープから発射したりとか、1階にもね、駐車場が作れたりするものです。一緒に撮ってあったんですよね、スバルの WRX、 これ覆面パトカーです。このスバルの WRX 覆面パトロールカーと、こちら大型 GE 輸送車、これも一緒に置いちゃおうと思います。では早速、警察署シールとかも貼るので作っていきたいと思います。おー、いろいろ貼る。取扱説明書とシール、あとは建物のセットが入ってました。早速組み立てていこうと思います。レイアウトを見るとこんな感じ、タワー型とかダブルスロープの警察署で、普通の警察署3つ組み替えができるみたいです。どれを作ろうか迷うんですが、感じだと多分なんですけど、タワーが普通の警察署の形がいいと思うんですよね。まあスタンダードにパッケージにもある警察署スタンダードな形を作ろうと思います。そう、パネル今見たんですが、結構敷地が大きいです。嬉しい。まあ、早速シールも貼って組み立てをして、とりあえずね、作ってみたいと思います。できました。結構ね、簡単に組み上がりました。これでいろいろパーツが外せるので、組み替えして高さとかタワー型にしたりとか、このスロープをねダブルの位置にしたりとかっていうのもできるみたいです。では配置しましょう。一応覆面のパトカーとその輸送車を風に当たってなんですけど、裏からも出れるので裏側に輸送車で、覆面はね前に置いとこうと思います。はい、こんな感じです。前と回すと後ろにあるっていう、こういう感じにしてトミカタウンに設置しましょう。現在空いてるところをちょっと考えると、もしかしたらこの位置をねずらさないといけないかもしれないので、とりあえずトミカタウン見てみようと思います。どこがいいかな今こうなってて、消防署が簡易のものもあるんですけど、2つ今置いてあって、警察署ないんですよね。ってするとどうしよう、警察署を、あ、警察署をこっちの消防署の位置にして、この消防署を郊外に動かしたいなと思います。そうしよう。じゃあ動かしますか。これをとりあえず動かすで、ここに置きます。ここの位置に置くんだったら面白いんだよね。これ照明出るんですよね、こうやって。すごい好きだから、これを工事中どうしよう。え、どこ、あ、一個後ろにしようじゃん。はいで、今ねちょっとバラバラに持ってきちゃったんですけど、こっちとこっちに出れるから、配置を逆にしないとダメ。で、今結構ですね、パトカーをいろんなところに行っちゃってるので、行ってきましょう。これから出る。あ、交番と近いから今度交番の位置を動かそうあれ、近くなっちゃってますよね、これ。どんな感じ、近いですよね、交番近いなすごく近い、交番警察署。あ、でもしょうがないかな。
後々ずらしたらいいよね。駅も近いし、この位置に置いときたいんだよな。で、いろんなところに置いてあるので、あとかね、これを持ってきてちょっと充実させました。これならいいんじゃない。中央警察署になってるから、とりあえずはここにしときます。はい。で、動かした、動かした、消防署どうしよう。まあ、一個こっちにあるんですよね、消防署。なので会のもう一つをここにしよう。やっぱりこっち決めた。今回の動かすのって、これ富加タウンの消防署なので、タウン側に置きます。で、真ん中だとあれだけど、ここにしちゃおう。とりあえずなんでこんな感じにしときます。あった、覆面。これそうだよね。これ今多分違反か何かでこう捕まえに行ってる風になってるんですよね。うーんって、脇にねちょっと止まってもらって、緊急出動中になってるなってる覆面を発見してしまいました。あとはこれ海外のやつだね。空港近いから、空港近いんでそこにあって、あとはスピード違反か何かの取り締まりを取り締まりをしているなんか違反したんでしょうね、これ取り締まり中。他はあれ少ないのかな。うん、ちょっと増えただけで変わりましたね。今動かしちゃったのがあるから直して、よしよし、どうかな。これ消防署のところから見ると高さが一緒っていう一応ね、高速道路みたいな感じで赤い橋置いてあるんですけど、その隣にあるので見通しも良くて、新幹線とか駅の方まで網羅できてる感じになってますね。あ、いいかもしれない。ちょっとずつ街みたいになってきて増えましたね、雰囲気が。ただ今回は交番の位置が近いので、これはどこかに持っていきたい。どうしようかな。交番の位置近いですよね。駅前に移動させますか。そうしよう。はい、交番の位置動かしました。今回設置したのがこの位置で、橋の近くにしたんですけど、もともとこっちにあった交番はこの線路の向こう側、奥に行きました。位置的にはちょっと離したし、上から見るとこの立ち位置いいじゃないかなって思います。置いてある位置もちょっと離れたからいいよね、多分いいのかな。新幹線が近いところは交番で良かったかな。ここにあるようになりました。はい、移動完了です。
はい、ということで今回は警察署を一つ設置してみました。今まで富加タウンには公安しかなかったので、今回警察署を設置してパトカーの数がちょっと少ないなって思ったので、あの選手が今後ですね、少しずつ見た時にね、パトカーもちょっとずつね増やせたらいいかなって思います。なぜか消防署関係が多いのは、私が働く車好きだっていうので、そっちをねたくさん選んできちゃったんですよね。なんでパトカーのセットとかねあったりもするから、あのお店に行った時にはチェックしてどうしようかなってまた悩もうと思います。位置はまたずれちゃうかもしれないけど、とりあえずはこの位置で楽しもうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやってます。概要欄の URL か、ライスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきました。